はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員、普通田亮でございます。ペリズマイ様、ペリツマ様、はっちゃん様、ご支援ありがとうございました。ペリズマ様とペリズマイ様、ご夫妻で別々にご支援くださるという、誠に恐縮してしまいます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。枝野幸男、選挙大敗の記憶で気が狂ってしまう。まあ前からっていう説もありますけれども、どんなこと言ったかっていうと、あなたの暮らしのために、まだ選挙権を持たない子供たちのために、国籍が違うことで選挙権を持っていない人のために選挙に行ってください、なんて言っちゃいましたよ。ネットの反応です。すげえこと言ってねえか。国籍何言ってんだこいつ、狂ってんねマジで。なんで外国人のために行くんだよバカが。どこの国の政党で、全く日本人のことを考えてない。日本人のために働く気が皆無。国籍がないのに選挙権があってたまるか。そりゃあ外国人は投票できませんかな。演説でポロッと言うならまだしも、公式動画でこれか。ブレない反日野党と、まあ黙れスパイと言いたいところですけれども、国籍が違うことで選挙権を持っていない人のために選挙に行ってください、イコールですね、外国人のために投票してくださいって、何恐ろしいこと言ってんなーって、まあ要約するとそういうことですよね。本当かって思ったら、本当に言ってました。しかもですね、公式動画で、立憲民主党の公式動画で枝野が言っておりました。ということはよ、立憲で誰もね、枝野に、これまずいですよ。止めるやついなかったのか。気が狂ってるのは枝野だけじゃなく、立憲ぐるみ、いよいよ気が狂った立憲ごとね。立憲民主党はそういう党である、外国人のために投票を呼びかける党であるってことですね。まあ枝野一人がですね、暴走して気が狂ったわけじゃない、公式動画で言ってんだからそういうことですよね。まあ同胞団に言えって言われたんでしょうかね。それとも率先してね、同胞団のご議員エントリーやってんだかわかんないですけども、選挙に行かない人がですね、呼びかけに応じて行ったところで立憲には投票しねえから安心しろ滅べっていう感じですかね。まあいよいよ丸出しっていうか、今いる支持者を話さないために何でもやる連中だなって思ってたらですね、まあ、新規の信者、支持者獲得を諦めて、今いる支持者を一人でも話したくないっていうのはありありなところは見えてましたけれども、いよいよですね、こんなこと言い出すのは、外国人の支持者も手放したくない、ご機嫌取りやってるんですけど、外国人って投票権ない、一票にもなんないのに、なんでだろうなーって。よっぽどですね、金とかその他人出し、ボランティアなんかで支援受けてんのかなーって思ったりですね。テレビを持たない人、日常的にテレビ視聴していない人に対する番組ネット配信実証実験の概要を NHK が発表しておりました。1、対象を全国から事前に選抜。テレビを見てない人、テレビ持ってない人。2、1回あたり最大3000人程度対象に、1週間から最大3ヶ月間のネット配信実験を複数回行う。3、ネット利用状況や番組内容感想などを検証する。ネットの反応です。テレビない人向け余計なことすんな。大きなお世話。迷惑だから聞いてくれ。テレビない人はネットで NHK なんか見ないだろ。NHK のせいでテレビを持ってない人もいるのに。ネットに接続できる端末持ったら徴収されることになりそう。全員徴収でテレビの有無なんか関係なくなる。もうここまで行くと人頭税とかそういう風になりますから、国営にしないと筋通りませんよね。明確にテレビを拒絶している人間にまで無理やり押し付けて受信料を徴収するわけか。ネット接続可能な全世界から徴収しないと日本人差別だぞ。ネットですからね、世界中から見れますからね。
日本人だけから金取りますよっていうのは、まあ、日本人差別になりますよね。テレビを持たない人、日常的にテレビを視聴していない人を事前に選抜とあるが、どうやって選抜するんだ。まあ、NHK 関係者は数多いですから、まあ、たったの3000人って話ですから、誰かテレビない人知らない、テレビ全然見てない人知らない、まあ、通達出せば集まんのかもしんないですけれども、集まんないかもしんないですよね。テレビ持ってないっていうのはそもそも嘘で、関係者だけを対象にですね、まあ、グルです。対象、調査対象、グルのやつ、対象に実験するかもしんないですよね。あるいはですね、そんな対象も選んでなくて、実験も適当にやってですね、しなくてですね、適当に数字をでっち上げるかもしれないですよね。ネット配信実験を複数回行うとあるが、本人の許可は取っているのか、本人にいついつ配信するから見るように強制できるのか、という謎がありますよね。もし仮に対象を選抜することができたとして、こういう実験やりますよ、ちゃんと了解得てるのかって話。ネット利用状況検証イコールプライバシーと個人情報的にどうなんだそれって話なんですけど、番組内容を感想を検証ってやらせとか桜がいないと証明できんのか。あ、実は対象者全員 NHK 関係者でしたっていうことはないのか、あるいは感想そのものを作ってないか、とても素晴らしかった、NHK は今後も必要だと感じました、なんていう感想が出てきて、それはお前ら作ったやつでないと証明できるのか。まあ穴だらけの実験だとは思うんですけどね。その対象の選抜の過程とかも不明だし非公表になってますしね。スマホやブラボイダーに受信料上乗せ徴収の大目標に着々と駒進めてますね、 NHK ね。この実証実験はですね、総務省が言い出してNHK に実施を要請したものとされております。つまりネット聴取に熱心なのは、むしろNHK よりも総務省ってことになりますね。まあ理由はですね、美味しい余り下り先を失いたくない。若者の視聴時間から、この先テレビが自利品なのは明白。もうそのうち誰も見なくなるっていうのは分かりきったこと。そうすると受信料、取りにくくなるっていうのは分かりきったこと。そうすると総務省は美味しい天下り先、まあ最上の部類の天下り先と言ってもいいんじゃないでしょうか。それを失いたくないっていう動機でこういうことやってんのかな。その前に天下り先の NHK の延命を図りたい。自分が天下るまで NHK には存続して、もらってないと困るという意図が働いてんのかな。受信料ね、別にね、今の10倍でもいいですよ。月に2万円取ってもいいんですよ。スクランブルにしてくれんならね。したら、2万円でも私でもいますっていう人間しか払わにくなっから公平なんですよ。見たい人は払う。そうでない人は払わない。全くの公平なんですよね。まあ、そうでなくても、視聴時間の高であるとか、これ忙しくて、週に30分しか見ない人と、朝から晩まで見てる人、と、料金同じって、おかしいんじゃねえのかって私は思うんですけど、邪魔表示気にしなければ、払わなくても見れますよね。邪魔表示消してくれって電話しないでも、一応見れんだからですね。NHK 不公平だらけなんですよ。これ今の受信料制度がね。7月に、受信料、ネット聴取許さないデモっていうのをやりましたけれども、300人もの方にお集まりいただきました。けれども、いまいちお題が分かりにくいんで、まあまあこういうね、ネット聴取に向けて着々と駒進めてるっていうのもピンときませんので、次はですね、NHK スクランブルデモにタイトル変えようと思っております。NHK スクランブル化っていうのは、まあ受信料制度やめるっていうことで、実質 NHK 解体なんですけれども、まあまあそこまで望まないライト層に考慮してですね、それは言わないで隠蔽しておきます。NHK スクランブル化って、まあ見たい人だけ金払って、
払いたくない人は見れない。公平だよな。NHK を潰す、消滅させることまでは望んでいない。まああってもいいよなっていうライト層にもですね、デモに来てもらいたいんで、スクランブル化イコール解体、消滅であることは伏せときます。早ければ来月11月に実施しますんで、皆様よろしくご参集ください。まあ、時期は私の体調次第なとこあって、まあ申し訳ありませんけど、まだ未定であります。ひょっとしたら、体調もしくなくて12月になっちゃうかもしれませんけれども、まあまあ、やりたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。文春記事、新聞を読んでる10代、ほぼゼロ、山本一郎、誰山本一郎。なんか偽名くせえなって思うのは私だけでしょうか。60歳以上の新聞テレビ世代と10代が得る情報が全く別物に。雇用がある自民がいいですという若者増加で団塊左翼噴死。新聞通じて吹き込まれたイデオロギーが希薄か。いいことじゃねえか。ネットの反応です。新聞読まない若者けしからんってむちゃくちゃ言ってるな。高齢左翼発狂すれ。新聞に価値などもうない。新聞業界自体が末期なだけ。捏造新聞読まない方が健全。朝日毎日日本の敵。それより新聞の消費税 8% はおかしい。政治主張の激しい新聞を参考にする方がバカ。左翼機関車を読む若者はいなくなりました。終わり。ソースをたどれるネットの方がマシ。新聞業界あと10年持つかな。持たないな、私の予想ですけど。まあ、新聞不調は喜ばしいことですね。特に朝日毎日ね。ネットにも嘘は多いですけど、そもそもの出所が新聞だったりするんだよな。在日米軍関係の記事でですね、朝日の一面すべてが捏造だったっていうのは有名な話であります。日付しか本当真実がなかったっていう、事件があったんですよ。新聞はおるか、テレビも若者は見てないんで安心しろ。紙の新聞環境の敵ですよね。小泉なんか言えって、よくもそんなことって言えって、木切って紙作って、ガソリン燃やしてバイクで配るって環境の敵だからなんか言え。紙おむつの消費税が 10% で新聞が 8% っていうの納得いかないですよね。しかも偽善しゃぶった新聞がですね、少子化がーとか言って騒いでるし、で政府叩きに利用してるしね。これ財務省と取引して消費税増税を叩かない代わりに低減税率をゲットしたんですよ、新聞業界が。その5%から8%、8%から10%って決めたじゃないですか、野田政権で。それね、新聞とテレビがギャオギャオ叩かない代わりにですね、低減税率にしてやっから、財務省と取引しましてですね、まあ新聞も汚いけど、財務省ももっと汚いのかな。財務省が、の方が、汚さ上かなってちょっと思いますけれども、まあまあ新聞、特に紙の新聞、特に朝日毎日は早々に滅びてほしいもんだと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。